から A コース約3キロ下ってきますね。長瀞は景色が綺麗な場所なので約見てください。で今日はね、水の量が非常に少ないのでね、ちょっと船底こするとこがあるかもしれませんけど、まあ、転覆とかはないから安心してください。もしあるとしたら座礁なんてね、見えるね、まとまった時はね、降りてみんなで押してもらえば全然大丈夫なんでね、はい、安心して待っててください。で川底を見てもらうと分かるんですけど、すごい浅いのでね、はい、本当ね、なんとかギリギリライン下りやってるみたいな感じで、ね、今年は雨がすごい少なくてね、ずーっと水が少なくて、ゴールデンウィークとかもね、ずっとライン下りできなかったんですけどね、ちょうどゴールデンウィーク終わったぐらいに結構いい雨が降ってくれたんで、それでなんとかできるようになった感じですね。トンビがいるから、トンビ、岩の上ですね、トンビですね、かわいい、珍しいですね、この低いところに止まっているのはね、そう、かわいい。でこれカルガモです。これカルガモね、はい、カルガモはまあ結構どこにでもいるという、じゃ心配取っといて。すごい、夢の国にもいます。まあ、6月になるとさっきのあのカルガモの赤ちゃんがね、見られる時もありますよ。落とすなよ、落とすな。もうちょっとするとね、卵から帰ると思うんでね。で川の名前は荒川という川です。あの隅田川まで続いて東京湾まで出るとても長い川ですよ。なのでこの川をずっと下っていけばスカイツリーの場所にもね、行けるような感じですからね。よく行ってくださいって言われるんだけど行きませんからね。はい、かまあ下流にダムが今はあってね、行けませ ん、ね。まあ、昔はね、江戸まで、ね、物を運ぶのにね、この荒川をずっと下っていったそうですけどね。あの前方の赤い足は秩父鉄道の鉄橋です。はい、大正3年に作られた赤レンガ造りの鉄橋ですよ。土日祝日限定で SL が1往復走ってます。で今度右側にね、カワウがいますね。カワウ、黒い鳥がいると思うんですけどね、カワウですね。ま、長良川で有名ですね、鵜飼の鵜ですよ。鵜呑みにするとか、うがいという言葉はね、まあ、浮かなくてるそうですね。はい、じゃあね、橋の下から流れが速くなります。背中のビニールシートが波を消しべきわけですね。そちらのビニールシートの方を上げといてください。背中のビニールシートですね。特に前の方ね、ちょっと入りやすいですからね。で落差1メートルぐらい落ちます。
ますからね。ビタビニルシートは大丈夫です。長瀞は岩で有名になった場所なんでね、ちょっと珍しい岩が見られます。ミルフィーユみたいに薄い層が積み重なってできた岩で、結晶片岩という岩がたくさん見られますよ。まあ、日本では2カ所でしか見られない貴重な岩ですね。もう1カ所が徳島県にある大ボケ小ボケ峡という場所があるんですね。これも結晶片岩が見られますよ。気をつけてね、結構死んでる人いるからね。結構ね、泳げない子が多くてね。で、この前方の右側の大きい岩がね、亀に見える亀の子岩っていうのがありますね。亀ね、はい、はい、こんにちは。こんにちは。まあ、昔はよくそこの亀の岩の上から飛び込んで遊ぶ人がいたんですけどね、うん、ちょうどこの下がね、水深 4,5 メートルあってだいぶ深くなってます。まあ、最近はもうね、飛び込みはちょっと禁止になってるんでね、まあ、やる人はね、あまりいないんですけどね、たまにいますけどね。一応夏になるとね、あの町の放送でね、まあ、荒川での飛び込みはしないでくださいってね、放送が流れます。じゃあ、あと夏になると埼玉県警の方や消防の方がね、ゴムボートでパトロールもね、してくれてますよ。で、今度ね、あの右側の大きい岩、上の方を見てもらうと穴が開いてるの分かりますね。あそこに丸く穴が開いてるんですね。あの穴は自然に渦の力で開いた穴で、ポットホールという穴なんですけどね。大昔はここら辺も海だったそうで、その頃に開いた穴だと言われてますよ。なので、海洋生物の化石が見つかってます。サメの歯の化石とかね。まあ、恐竜の化石なんていうのも見つかってるみたいですよ。長瀞自然の博物館という場所に行ってもらうとね、すごい詳しいことやってますので、まあ、興味がある方はぜひ行ってみてください。あそこ浅いですね。なんか岩見えないけど、ウグイスが鳴きましたね。最近は結構7月ぐらいまでね、ウグイスも鳴いてますよ、ね、ちょっとあんまり上手じゃないでまだね。
はい、じゃあね、もう一度ね、ビニールシートの方お願いします。これからね、小滝の瀬という場所に入ります。ビニールシートは大丈夫です。はい、OK ですよ。ちょっとあまり入ってこなくて残念でしたからね。水が多い時はね、今の場所が一番すごくなってね、あとラッキーな人だとね、バケツ1杯分ぐらいかぶって帰れる時もあるんですけどね。ちょっと今日はだいぶ水が少ない感じで、でこのね、左側の岩が岩畳ですね。これが岩畳ですよ。ここから約全長 600m、 1枚の岩でできてます。大昔の地殻変動で地下 20-30km から出てきた岩と言われてますよ。はい、一応国の名勝天然記念物というのに指定されている岩ですね。はい、じゃあね、皆さん、左側にね、カメラマンがいて写真を撮ってくれるので、よかったらあちら左側の方を向いてあげてください。あの人ね。はい、じゃあ撮りますよ。はい、 OK です。はい、よかったら手の方振ってあげてください。そう、あの人一日じゃあそこで一人ぼっちなんでね。はい、そうですよ、喜ぶんで。終了です。今日はこれが最終戦なんでね。今日は私の仕事終了ですね。ちょっとここからすごい浅い場所通りますよ。あ、そこはな、空いてる。うん、綺麗。うん、綺麗だね。魚見えないね。ここら辺の景色がね、よくポスターに使われたりする景色ですからね。あの花なんだろう。うわ。またね、紅葉の時期になるとね、すごい景色綺麗になりますからね。ここら辺は11月の中旬ぐらいがね、紅葉がいい時期だ。このね、右側の高い壁、この壁は秩父石壁という高い壁ですね。高さが約32メートルあります。一応上には遊歩道があって歩くこともできますよ。昔はね、石壁映画祭といって、ここにスクリーンを垂らして、映画の上映会をね、やったこともあります。岩畳の上からみんなで映画を見たんですけどね。よくジブリの作品をね、上映してたみたいですよ。でね、さっき撮った写真なんだけど、一応まあ見本がこんな感じですね。こんな感じで撮れてるよという庭です。ただこれちょっとみんなが写ってないんで、自分探さないでください。知らない人が写ってます。ちょっとこれ回してもらっていいですか。これ書いてもらうと郵送になってね、振り込み用紙で後払いという感じなんですけどね、まあ、旅の権利欲しい方がいたら、ね、書いてみてください。
1枚1500円になってますね。買っていい？うん。あそこの右上にね、赤いゴミがかかってるの分かりません？あそこにね、ちょっと赤いゴミがかかってるんですけどね。そう、4年前の台風19号の時に、あそこまで水位が上がってね。そう、その時に引っかかったゴミなんですよ。ああいうところまでね、水位が上がっちゃう時あるんですね。岩畳も全部隠れちゃってね。やっぱ荒れる川と書いて荒川なんで、今とは全然違う川になっちゃう時があります。もちろんあそこまで水が増えたらライン下りやってませんからね。たまに楽しそうですねなんて人がいるんだけど、やってませんからね。で、ちょっと一昨年にね、この右側で崖崩れがありまして、これ全部上から落ちてきたんですね。はい。でね、営業再開して。でちょうどねこの船降りたところから岩畳の上に登れるので、もしよかったら上歩いてみてください。また上から見る景色も綺麗なんでね。今日は平日なんでね、あまり人がいませんけどね。これ土日だとね、結構人がいて賑やかですよ。これ以上聞けれない。ね、ここら辺通ってると結構みんな手振ってくるんでね。こんにちは。たまに手を振るとね、飛び込んでくれる人がいるんだね。ちょっとね、前方に船着き場が見えてきちゃったんですけど、あそこでね、A コース3キロくらってきてね、ちょっとここで終了となりますね。で、またね、ここから下る B コースというのもありますので、もしよかったらね、また遊びに来てみてくださいね。まあ、ちょっと水少なかったんでね、迫力足りなかったっていう人はね、今度は台風の後にでも、来てみてください。ちょっとやってるかどうかわかんないんですけどね。はい、じゃあ今日はね、短い間でしたけど、ご乗船どうもありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと止まるときに揺れますよ。ブレーキがないので乗り上げて止まります。ありがとうございます。写真をね。